カレスクラジオボリューム8。皆さんこんにちは、ピコレスクギャラリースタッフのさゆみです。第8回目の今回もピコレスクギャラリーの中にある作品をピックアップして、作品についてどう思うか、どこが好きかということをお菓子を食べたりお茶を飲んだりしながらゆったりとお話ししていきたいと思います。ではまず今回のメンバー紹介です。はい、みさとです。よろしくお願いします。今のところ皆勤賞の松岡うたみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごいちょっと司会進行上手くなってきたんじゃないですか。あ、本当ですか、うん、よかった。なんか FM っぽいです。すごいすごい、もう日々成長だと思って、はい。で今回選んだ作品が、越智健人さんのスフィンクスという作品です。でこちらは、キャンバスの上に紙を、白い紙を貼っていて、でペンで、黒いペンで、なんでこっち見るんですか。いや、昨日のじゃないですね、前回 の、あの反省点が ありましたので、はい、はい、取り直して、はい、はい、こちらの作品は、キャンバス、白いキャンバスの上に、紙を貼っていて、でその上にあの黒いペンで、書き込まれていて、水彩の具を使って着色がされています。でスフィンクスという題名通りと言っていいのか、とても不思議な画面が広がっていますので、たくさんお話しがいがあると思います。そうですね、はい、手に汗握る感じいいな。本当でもすごいヒヤ。越智さん、越智健人さん、はい、スフィンクスという作品ですね。で本当に不思議なんですけれども、まず一番の主役になっているのが何なのかっていうのも、あ、結構ね、いろいろ書き込まれてますもんね、はい、でもこれスフィンクスって言ってますけど、なんかちょっと私の知ってるスフィンクスと微妙に違う気がするんですけど、うん、スフィンクスって鳥？これスフィンクスやろうって昨日決めて、もうすごい頑張ってなんかすごい準備してきますって言ってきたから、あ、じゃあまあまあまあスフィンクスとかね、いろんなバックグラウンドある、まあ、モチーフだけど、まあ、大丈夫だろうなって思いつつ、そのスフィンクス知らなかった。スフィンクス取れみたいな、やばい、これ多分オチさんペン折ってますね。聞いててもガクってきてますよ。マジかみたいな。スフィンクス、いや、ちょっとこれまさかの展開ですね。すごいな。でもまず鳥だと仮定して、はい、その仮定しましょうか。スフィンクスは鳥だと仮定した上で、はい、じゃその鳥が一体何をしてると見えますか、これは。そうですね。ドーナツ食べよう。なんか鳥もいるんですよね、実際に。画面に鳥も見えるんですけど、本当には見えますね。あの鳥に歌おうとしてはしてるので、なんかそういうこと、今にも飛び立とうとしている瞬間なのかなっていう。飛び立とうとしているスフィンクス。スフィンクス、ちょっと今ググっていいですか。ググってください。もうちょっとググって何が出てきたかをちゃんと皆さんにレポートしてください。教えてください。いや、すごいな、スフィンクス知らないのか。新しすぎますね。何年、2000年生まれですか。ん、何年生まれですか。1900。あーあー、ゴルフボール。なるほど、わかりました。ちゃんと説明してください。ピラミッドの本当目の前にちょっと待ってくださいね。ちゃんとお茶吹いちゃいそう、やばいな。スフィンクスはエジプト神話やギリシャ神話、メソポタミア神話などに
登場するライオンの体と人間の顔を持った神聖な存在あるいは怪物でした、うん、あーなるほど本当にそうだ、ね、一番でっかいやついますね、本当ですよねすごいってすごいって言ったすごい何が何が何やろ。あ、でもでも。ね、すごい。これをちゃんと理解してみると。本当、ね、いや、奇跡起こった、すごい。いや、ピラミッドがちゃんとあるんですね、後ろに。え、どれですか？え、これ？これ？ああ、しましまですね、ピラミッドね。ピラミッドこんな形じゃないってちゃんと知ってますか？ピラミッド見たことありますか？はい、あ、写真でしか見たことないんですけど。ピラミッドってこういう形じゃないですか。なんか、なんで見てないとダメとか。私も写真でしょ。私もなんか、全然映ってるの。なんか、ギャラリースタッフのスペックの中、なんか前提高すぎない。なんか、ピラミッドぐらい、ね、行ったことあるよ、みたいな。ピラミッドぐらい行くよね、みたいな。そんなの。やばいなぁ。え、これ違うんですか？ピラミッド、これピラミッド、なんか形はピラミッドですけど、だってめっちゃちましまじゃないですか。なんかその、いや、ピラミッドかと思いきやこれなんだみたいな。だってこれスフィンクス、もうみんなね、もうここでスフィンクスの知識共有できたからいいですけどね。スフィンクスって言ってますけど、だってこれとかもなんか私の知ってるスフィンクスと微妙に違うというか、だってこれなんかここの絵の真ん中になんか L みたいな線が引いてあって、そこでなんか世界が微妙に分断されてるというか、なんかコラージュしてるっぽくなってて、なんかライオンの、ん？ライオンというか動物の体と女性のこう上半身と人の顔が切り張りされているようになってて、これってでもその鳥がいるって言ったじゃないですか、はい、その女性の上半身裸の背中からなんか羽が生えてる、なんか天使のようにも見えるし、なんかそのレイヤーがちょっと複雑すぎて、スフィンクスってこんな複雑な形じゃないというか、そもそもだって下半なんか体がライオンのはずなのになんで女性の体入ってきてるんだろうとか、うんうんうん、ちょっとこれは分からない、本当だ、うん、しかもこれ尻尾2つありますよね、この動物、こっちになんか1本あって、あるあるある、あ、本当だ、気づかなかった、もう1本めっちゃ光ってるし、ね、そのなんか尻尾の先がなんかあのポケモンの人影みたいな、なんか光ってて、そう、こうなんかそれっぽく光ってて、なんかでもその後ろでまた火山爆発してるし、もう何これみたいな、本当に時代とか場所が全く分かんないですね。もう鳥もその女性の横顔も全部一つの一体になってるように描かれてる、不思議だなと思って。これ女性の横顔かな、なんかだって体と顔の比率おかしくないですか、うん、そうですね、なんかキティちゃんみたいな、なんか顔でかい。でもこうやって下隠してみると結構ハンサムじゃないですか。ハンサム、そう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 、なんかすごいやりとかが見られそう、ね、顎のラインとかめっちゃイケメン、イケメン、いやこれイケメンですよ、ですよね、通ってて、うん、なのに結構妖艶な感じで体がついてて、うん、本当ですね、心臓みたいなのが見えます、ね、ハート、そう、すごい飛び出てる、うん、なんだろう、うん、面白いな、なんか 床大地もうすごい無駄な感じのデザインじゃないですか、うん、なんかタイルになってるような、こういう美容院ある、あー、うん、美容院あります、ある、ね、ありますよね、うんうんうん、なんかチェス台みたい なんか白黒のありますね、なんていうんですかね、これはなんかゴシックの、うん、うん、そう、だから全然場所とか時代とか分かんなくて、うんうん、多分ここが大地、普通の土で描かれてたら、うん、なんか原始の時代のいろんな世界が集まってるのかなとかあるんだけど、うんうんうん、なんか妙にタイルっぽいっていうか、ちょっと人工物っぽいのがバーって広がってて、うんうん、今っぽくもあるし未来みたいな感じもするし、うんうん、本当にでも火山噴火してるしみたいなそうですよね、なんか空とかもすごいめっちゃ光差し込んできたりとか、はい、なんかこう宇宙、なんか水の中に黒いインク垂らした時のなんかうわーっていう広がりみたいな宇宙がある中で、なんだろう、まあ本当火山の煙があったりとか、部分的にこう夕日の色がこう急に切り込まれてきてたり、はい、あとすごい謎なのがその鳥
女性のなんか羽の先になんかすごい変なスクエアがあって、窓なんか背景は本当宇宙の黒みたいな漆黒なんですけど、うん、その中にパキッと一個窓があるのか、うん、これがまたよくわからないというか、こんな色の空してる部分ってこの絵の中でこの窓の中にしかなくて、うん、また違う世界みたいになってますよね、上が薄いブルーで下がイエローで、でもなんか空かなって思うんですけど、こんな色の空見たことないんだよなと思ったり、でも朝焼けっぽい雲見えるんですよ、この部分だけ見ると。 朝ってこんな色なんですね。そっか、朝なのか。なんかこっちなんか画面の右あたりはなんか昼っぽいんですよね、なんか昼の噴火で、なんかそう左のこうなんかちょっとコラージュされてるっぽい、なんか部分的に何かが噴火しているような煙が上がっている空はちょっと夕焼けっぽいなと思ったり、本当ですね、赤とオレンジが使われていて、1日のうちのどこの部分なのかも全然違いますよね、見る場所によって時間の流れとかも分からないですね、分からないされてるような感じで、ちょっとなんかいろいろこれ突っ込みどころが、本当に本当ですね。あと不思議なのがペンでめっちゃ細かく書かれてるのに、なんか影とかなくないですか。影ない、あ、本当だ、物の影がない、ない、本当だ、ない、こんなに細かく書いてあるのに、どこにも影が映ってなくて、本当ですね、なんかまた不思議、不思議だって、こんな光とかも丁寧に描いてるのに、そうですね、光はすごい丁寧に描かれてますね、どこなんだろう、てか何なんだろう、物体何なんだろう、この時に何が起きてたんだろう、描いてる時に奥さんの中で、何なんだろう、でもなんかなんだっけ、なんか前奥さんとお話しさせていただく機会があって、なんかどう何を考えてるんですかみたいなことを聞いたら、なんか覚えてないみたいな話をしてて、でもいつもその絵を描く時のなんかアイディアというか、どういう絵にしようかなって考えるのが、なんだっけ、なんかその神話上の生き物とか普通の動植物とかが、なんか進化の過程を経てその形にたどり着いてるわけ でこれからもまた進化していくだろうし、でもそのどういう歴史を経て DNA が変化していったのかというか、そこの形に最終的にたどり着いた歴史をこう想像すると自然と絵が出てくるみたいなお話をされてて、なんかシンクロみたいな、すごい、もしかしたらこれもスフィンクスがなぜスフィンクスになったのかっていうことを考えながら描いたのかもしれない。わ、絶対そうだ、でもこれだいぶだいぶいろいろありますよね。そうですね、たどり着くまでに。いや本当ですよね、だから多分歴史を知ってるだけじゃなくて、そこのなんかイマジネーションみたいなのがすごいですよね、なんかミジンコからなんかみんな海から地上に上がってきてみたいな、なんかもう絵で多分ブワーって見えるんじゃないですか、多分そういう感性というか、なんかつながれる人っているんだなっていうのはたまに思うんですけど、おちさんはその中でも多分すごい絵が上手いタイプのつながれる人なんだろうなと思って、つながれる人、そのなんでしょうね、歴史とかでもそのなんかあれなんかないですか、なんかつながるみたいな、その、把握するというか、でもおちさんもなんかその葉っぱ一枚を見て、その葉っぱが辿ってきたこう歴史みたいなのを、なんか感じ取れるというか、汲み取れるみたいなのがあるんだろうなって。本当それですね、結構なんかすごい想像力すごい人いるじゃないですか、なんだろう、なんかメンタリスト大悟でもないですけど、ちょっとした人の仕草でその人が何を考えてるかとか、どういう歴史があってそういう仕草をするようになったのかみたいなのが読み解けるみたいな、多分そういう感性がすごい鋭いんだろうなと思って。確かに、それが絵になると、そうですね、こんな世界になるんだみたいな、ちょっとね、いろいろだって、なんかここのスフィンクスの足元に変ななんか石のまた窓みたいなのがあって、はい、その中すごい渦巻いてますよね、黒い何かが吸い込まれそう、そう、吸い込まれそう、危ないと思って、ブラックホールみたいな、
結構見れば見るほど、ここも本がひっくり返ってて、その中から蛇が出てきてたりとか、ちょっといろいろ、なんかでも気持ちいい感じですよね。うん、不安になるっていうよりかは。そうですね。また想像膨らみますよね、この絵から。うんうんうん、いや夢の中のような雰囲気もあって、うん、こんな夢見ちゃったらどうしよう、うん、すごい、ね、いやこれ夢か。え、なんかすごいセンター試験の前夜とかなんかもう全部なんかもう全部なかったことになると思う。はい、何やっててもスフィンクス出てきちゃうみたいな。いや本当気づいたか、名前の裏にスフィンクス辛い、違う違う夢か。でもこういう夢見たいタイミングってあるかな。なんだろう、でもなんか逆に初夢とかだとなんかすごい、はい、なんだろう、なんか哲学的な気持ちになりそう、お正月休みなんかもうすごい散歩したくなる、散歩したくなる、なんか考えたくなる、ね、考えたい、もう本当起きてなんかとりあえず夢についてあれは何だったんだろうみたいな、うん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 、でもすごい明るい色彩が使われていて、うんうん、なんか光とかが多いので、うん、なんかこう、うんうん、ポジティブな印象を受けるんですよね、うん、だってこの書き込みだけ見たら、うん、結構すごいなんか執着心というか、うん、すごいしつこさも感じつつ、うん、やっぱ水彩だからなんでしょうね、うん、すごい軽い感じの、これで油絵とかだったら、うん、多分だいぶなんかもうそうか、レンチャンステーキみたいな。私全然わかんなくて質問していいですか。はい、油絵の絵の具って、うんうん、水で溶かしてなんかふわみたいな色とか出せないんですか。油絵って、うん、油絵の具を溶かすのも油なんですよ。油は油な、分離しちゃうので油はもう全部油なんだ。油でやってますね。あ、じゃあもう全然水彩絵の具と、はい、違う、なんかこういう淡い、はい、ふわーみたいな色にはならないんですね、きっと。そうです、なんか色を出すこともできるんです、色を出すことはできるんですけど、でもやっぱりそのなんだろう、水彩絵の具とかって紙の質感が見えるじゃないですか。でも油絵って絶対それ基本ないので、うん、なんだろう、もう本当に絵の具のなんかつるんってした感じしか出てこないんですよね。そっか、なのでなんだろう、そのちょっとある意味で人工感は出ますよね。油絵の方が、そうですね、髪のザラッとした感じが残ってると、うんうん、ちょっとこう自然のぬくもりみたいなのもあるんですけど、うん、油はもうほとんどないですよね。本当に作り上げられた、そうある種印刷物と同じような質感の作品もありますし、そうですよね、うんうんうん、インクみたいな、そうなんですよ、きっとその辺も落ちたの中でなんか計算して、うん、あるんでしょうね。安い菜だろみたいな、うんうんうん、なんかまず油絵の具コーナーとかチラ見していや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 俺は水彩だしみたいな一直線に水彩絵の具コーナー、ね、いやーでもすごいな、うん、本当にすごい、すごいですね、夢か。でもなんか見れるものなら見たいですけどね、こういう夢見たいですね。想像力というか、なんかクリエイティブな夢ですよね。そうですね。そうですね。確かに。なんか恋してる時とか見たくないですか、こういうの。あなんかわかんないんですけど、全然多分愛とかそういうテーマじゃないのかもしれないですけど、はいはい、なんだろう、なんかちょっと最近好きな人できて、わーキャーどうしようみたいなテンションの時に見たい。あ、でもなんかでもそういう、なんだろう、ちょっとこう自分の人生がちょっと明るく揺らぐみたいな。うん、あそうそう。あ、でもなんか逆にというか、なんかその、なんだろう、こう、妊娠が分かった日の夜とかに、なんか、3ヶ月ですとか言われて、あーと思って家帰って、あーって出たら、もう、次の日みたいな、すごいなんか、あ、女性の裸体、わーみたいな、鳥が飛んでたから、宇宙がうわーみたいな。これで考えちゃうな、それ。起きたら、でもなんかよくわかんないけど、よし、産もうって思う。これは思う。なんかもう、すごくすごい。なんかもう、なんか天からの導きみたいな。うんうん、生き物の歴史がギュッと詰まった。ああ、もう、すごいなんかこう、一人の女性、女の子から、なんか母になるみたいな。産むぞみたいな。面白い。面白い。でも面白いな。
ね、そのタイミング、うん、でもやっぱそうな何か自分の大きな転機の時に見るんでしょうね、こういうそうですね、天地がひっくり返っちゃうみたいな、ひっくり返りますね、うん、でも現在進行形でこれ多分ひっくり返り続けてますもんねなんかそうなんかすごい思ったのがすごいなんかもうなんか噴火してるし、なんか謎のこうなんか銀河の嵐とかもあるし、なんか蛇出てきてるしすごいですけど、なんかこのセンターの安定感すごいですよね。あなんかセンターもセンターですごい継ぎはぎというか、ライオンとか人とか頭とか鳥とかワシャーってなってるけど、でもなんかその存在感というか安心感というか、なんかこう安心感やっぱりイケメンだからかな、イケメンだからイケメン補正目がいっちゃうみたいなそうすごいなんかこのでもやっぱ顔が前を見据えるというか凛々しいから、なんかそうそう安心というかこうこんなにワッシャーってなってるけど、うん、でも前を向いていくよみたいな、そうですね、なんか周りには結構こう暗い背景があったりとか、そのなんか謎のブラックホールみたいな岩があったりとか、うん、蛇がこう張っていたりとかするんですけど、でも真ん中のスフィンクスはこう前を向いてどっしり構えてる、どっしり構えてますよね。面白い。なんか今気づいたんですけど、はい、このなんていうんですか、スフィンクスの真ん中の部分って頭がちょっと男性っぽくて体が女性で、でライオンのこう手足がこう後ろについてるみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、で女性の体のところにも腕あるじゃないですか、うん、ありますこれありますね、で、うん、なんていうんだろう、うん、その上からこう後ろからハグするみたいな感じでライオンの手がこう出てきてて、だから多分この女性の腕って別になくてもスフィンクスとしては成り立ってるんだけど、ちゃんと腕もあるけど上からライオンの前足がこう来てるみたいな、なんか抱っこしてるっていうか、なんて言うんだろう、ハグしてるみたいななってません？なってます、なってま す, てます、ね、なんかすごい優しい感じがする、優しい、そう優しい感じするんですよね、うんうんうん、何なんだろう、でもなんかこうなんだろ う, こう後ろからなんか女性がライオンからハグされてて、でこうなんか心臓ドキドキとかだったらすごい可愛 い, いなんか急にただの可愛 い, いなってなまさかの、いやスフィンクスの頭ってこう別にあるんですかね、反対側にこうなんかハグしてて頭なんかこう頭がこれはもう女性の体でみたいな、でなんかこうハグしてるからなんか顔はこっち側に、でもそしたらただのライオンじゃないですか、あそっかやばい、ただのライオンとかスフィンクスの記事もう一回読んで熟読した、あの黙読やばい、いやすごいな、スフィンクス知らないギャラリースタッフっていうのもなかなかオツでいいんじゃないですか、いやでも本当ですね、面白いな、うん、ふんふん、人間の顔また調べてる画像検索めっちゃ出てきましたねーとか言って、なんかでもこのオチさんの絵を見るとなんかやっぱスフィンクスってもともとは別々のものたちが合わさってスフィンクスになったと思ってるっぽくないですか、それが多分ジグハグ感とか出てますよね、うん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 、融合する過程というか、うんうん、確かになんでスフィンクス出てきたんだみたいな、うん、もっと知りたくなってくる、確かに歴史とか、うん、なんか謎かけするんですよねスフィンクスって、え謎かけするんですか、なんかスフィンクスがなんかの神話で登場するときになんか道に迷った人か誰かに謎々を出すんですよね、いろいろ、でその謎々に対する答えを言えないとなんかその先に行けないみたいなのがあって、確かなんかいろいろあって答えはこうなんじゃないかみたいなのが後々なんか みんな考えて出してはいるんですけど、でもあんまりこう明確な答えもなかったような気がしてて、とりあえずなんかその門番というか、答えも分かんないんですね、うん、そうなんですよね、なんかその門番なんだ、ピラミッドなんだっけ、でもなんかあるんですよね、そういう歴史が、
なんか本当この絵そのものがスフィンクスからの謎かけみたいですよね。そうですね。本当ですね。なんかそういうような感じがしますね。でもすごいなんか本当、ライオンと女性の何か物語があってあそこに、いや絶対あります。なんか本当ロマンチック、なんか 鳥がまた何かこういい役割をするんでしょうね。二人を取り持つというか、なんか二人を取り持つんですね。鳥はなんか融合させ鳥だけに、鳥だけに、え、聞こえなかった。ボケにボケが入るっていう、なんかすごいこの奇跡のなんか、いやすごいな、いやちょっと言おうか迷ったんですよね。いやすごい、あの気づかず乗っかってくると思う。今言われて初めて聞いた。そこ来たかみたいな。そうそう、いやなんだろうこれ。シーンってなったから、私またなんか言ったかなって。いやシュール、いやシュールだな。この回ちょっともう本当ちょっと震えながら聞いてますよ。なんか僕のは一体どうなるのかな。まずスフィンクス知らないってみたいな。いやすごいすごい、今日奇跡が一つまた歴史のページが更新されましたけど。頑張りましたね。写真は私が勉強するということで。嘘です。もう次回じゃあちょっとさゆみさんにね、ギャルミーで会った人はちょっとギリシャ神話のいろんなエピソードの謎かけをしましょうか。そうちゃんと帰ってくるかっていうのが、そうですね、はい、謎かけ、なるほど勉強してきます。まあでも、ね、でもおじさんの絵って本当にもういくらでも見て話せる、すごい、でもやっぱロマンチックですよね。とても、気持ちがいいので、またねギャラリーでも、ぜひぜひこの作品はギャラリーにも展示してくださいね。ギャラリーにもって、ギャラリーにもって、ね、なんかギャラリー見て展示販売しておりますので、ぜひ実物をご覧になってください。はい、待って、どうした？締めはまだちょっと苦手。昨日ちょっとうまくいったんですけどね。昨日って昨日前回ですね。作品の、画像などはインスタグラムにも上がっております。ぜひそちらもチェックしてください。では今回は、第8回目のピカレスクラジオでした。ご清聴ありがとうございました。また次回も楽しみにしていてください。ではありがとうございました。ありがとうございました。